はい、どうもこんにちは、マッキーです。今回は声を頼りにというゲームをやっていきたいと思います。なかなかお久しぶりだとは思いますよね。まあね、今ねコロナっていうことで、コロナが流行っててみんな家にいると思うんですよ。で、みんな会話減っちゃってると思うんですよね。で、俺もまあ会話全然してないから、もうちょっと喋るのをちょっと苦手になっちゃってるんで、元から苦手だけどもさらに苦手になっちゃってるんですけど、今回はこの女の子とおしゃべりできるっていうことで、このゲームちょっとやっていきたいかなと思います。ちょっとね、やっぱコミュニケーション大事だと思うんですよ。やっぱ喋らないと相手に何も伝わらないからさ。そういうことでちょっと練習がてら女の子とおしゃべりしていこうかなと思います。では始め、このゲームは声を頼りに脱出する脱出ゲームです。今流れてる BGM が聞こえるように音量を調節してください。 OK です。はい、羊設定、羊設定ってさ、俺いつも電話来ても取らないようにしてんだけど、知らない番号とかだから、とりあえず出ません。まあ、ゲームだからしょうがない。これはもう、しょうがないよ。もしもし？もしもし？助けて！助けます。もしもし？聞こえてる？聞こえてます。お願い！電話を切らないで！話を聞いて！マシンガントークしてきたわ、この子。はい。話を聞いて、はい。迷惑電話とか、いたずらとかだと思うだろうけど、違うの？いや。そういうこと言っちゃうと、あれになるよ。迷惑電話だと思われちゃうから、そういうとこ気をつけないと。私ね、今、知らない部屋に監禁されてるの。助けてほしいの。そうなのか、助けてやろう。お願い、電話を切らないで、話を聞いて。はい、わかりました。はい。信じてくれるの？ありがとう。泣いちゃったよ。これはいって言うだけで信じてくれるもんね。すっげーチョレイは。チョレイさんです。ちょっと私も何がなんだかわからなくて混乱してるから、うまく伝えられるかわからないけど説明してみるね。何を説明していただけるんですかね。何説明してくれるの？私の名前は、ああ、はいはい、自己紹介ね。ニノちゃん。高校に通ってる高校2年生なんだけど。音羽山高校の JK2 と。高校2年生 JK2 って言うじゃん。でもさ、高3のこと LJK って言うでしょ、ラスト JK。JK2 ってさ、みんな MJK って言わないよね。ミドル JK とか、ダサいから言わないのかな。結構気になるんだけど、 JK1 は何？ FJK ってファースト JK みたいな。なんで最後の3年生だけ L なのかっていう割と疑問なんだけど、誰か答えられる人は答えてください。学校の帰り道でいきなり襲われて、気がついたら知らない部屋に監禁されてたの。あ、そうなんですか。ちなみにお一人でお帰りだったというわけですね。はい。それで監禁されてる部屋の机の上には紙と携帯電話が置いてあった。紙と携帯電話、はい。紙にはね、ルールが書いてあったの。そのルールを読み上げるね。はい、ルール、はい。ルールその1、お前はこの建物から脱出しろ。はい、脱出ゲームだから脱出してくださいということね。はい。ルールその2、お前の所持品は全て預かったが、代わりにこちらで用意した携帯電話1台が与えられる。ちなみに所持品は何をお持ちだったのかちょっと私は聞きたいんですけど、何を持ってたかちょっと教えてくださいよ。ルールその3、携帯電話で使用できる機能は音声通話だけ。ああ、電話だけね。はい。ルールその4、電話をかけることができるのは一度だけ。
その電話が切れた時、お前を殺す。ああ、電話切れたらお前を殺す。いきなり物騒やな。物騒ですね、世の中は。泣かないで。泣かないでいいよ。電話できる相手はお前のことを知らない個人だけ。親族や知人、警察等の団体に電話をかけた場合、お前を殺す。じゃあこの今手持ってる俺は君とは全然知り合いじゃないということでよろしいんだよね。でもさ、その何だろう、犯人捕まえた側、その脱出ゲームさせようとしてる側はさ、そのこれ今適当に番号かけたんでしょ、この非通知設定だから。でその適当に番号かけたっていうことは、そのもしりのちゃんが110、その110番とかに電話するんだったらさすがにわかるじゃん。でも仮にその適当にやった番号がその刑事の個人携帯だったりしたらどうすんのっていう話じゃん。その判定は誰がやってるんですかねっていうところをちょっと私は聞きたいところではありますね。ルールその6、電話をかけた相手が第三者にこのことを知らせた場合、お前を殺す。また殺す。第三者、俺が誰かに喋っても君が死んじゃうと。喋ったってどの段階でわかるもんなんですかね。ちょっとそこもちょっと犯人側にまずちょっと聞かないといけないことが。電話をかけた相手はお前の声を聞いて判断し手助けをする。はいはい、助けろってことね。これが紙に書かれたルール。はい、だから適当な電話番号に電話をかけたの。そうだよね、君適当な番号にかけたんだよね。そしたらあなたに繋がった。でもその適当っていうところがその問題なのよ。適当っていう表現が難しいよ、日本語って。やっぱり適当で、そのもしね、その刑事だったり仮に知り合いにもしかしたらかかるかもしんないじゃん。そのめっちゃ全然今まで知らなかったけど、あの連絡とかしたことなかったやつとかに突然行っちゃうかもしれないじゃん。そういう場合を犯人はどう想定してるのかっていうところがちょっと問題ですよね。お願い、いきなりこんな電話がかかってきたらおかしいと思うだろうけど本当なの？助けて。おかしいよ。おかしいからさ、ちょっと助ける、協力してあげたいんだよ俺も。でもそのためにはさ、ちょっとやっぱ時間取らないといけないから、ちょっと何かとりあえず住所とか教えてもらってもよろしいんですかね。これは教えてもらえるんじゃない、意外と。わかった、とりあえず落ち着こう、忙しいから無理。これは大体あれでしょ、こっち行ったら進むパターンでしょ、こっち行ったらループパターンに入るだろうから、ちょっとループパターンもとりあえず見ようと。そんなこと言わないで、お願い、あなたしかいないの。おお、あなたしかいないの。とりあえず住所を教えてくれたらちょっと考えるけど。無理だ、無理だ、無理だ。もしかしてテレビのドッキリとか？これ意外と進むね、この。これループじゃないぞ。違う、違うよ、本当なの。私が話したこと全部本当なの。お願いだから信じてよ。信じられない。信じられない。お願い、お願いだから。ちょっとかわいそうになってきた。ごめんごめん、本当にごめん。あ、でももうループパターン入っちゃったから、多分大丈夫。分かった分かった、本当にごめんって。申し訳なかった今のは。分かった、ありがとう。え、切れた、切ったこいつ。はいはい、時間が進んだね、5分進んだよ。取り乱してごめんね、ありがとう。はい。泣いててもじっとしててもダメなんだよね。そうですね。なんとかしなきゃ。頑張ってください。紙にはこの建物から脱出しろってルールが書いてあった。はい。これって出口はあるってことだよね。確かにね。脱出できる可能性はあるってこと。
確かにね。前向きだね。頑張れ。私、諦めない。頑張れ。絶対にここから脱出してみせる。うん、頑張ってください。頑張ってください。ありがとう。頑張る。いや、これはさ、頑張ってくださいって言うべきじゃん、今の。頑張ってねでループパターン入られても困るんだよ、今の。今本心でちゃんと思ったから頑張ってねって。で、これ協力するよ、やるまで危ないでしょ。いや、これさ、なんかやってからその本当ってなるとちょっとなんか白々しい感じするよね。ちょっとなんて言うんだろう。じゃあ今の状況を説明してみるから、あなたは気になることとか分かったことがあったら教えてくれる？あ、はい。ステージ1小部屋、はい。それじゃあ状況説明するね。はいよ。状況説明。あんまり人に説明するのとか得意じゃないんだけど、今、私は小さな部屋の中にいるの。小さな部屋、ね、広さは、なんて言えばいいんだろう。とにかく小さな部屋なんだけど。何畳なの？それで、目の前に扉があるんだけど、開かないの。うん。あと、反対側にも扉があるけど、こっちも開かない。あとは、机があって、さっきのルールの紙が置いてあるよ。以上、こんな感じなんだけど。机が入るんでしょ。森です。森です。はじめまして。私はヘルプ機能アプリケーションソフトウェアの森です。困ったことがあれば読んでくださいと。あの、シリ的なやつね。お困りですか？お困りです。わかりました。はい。基本的に各ステージは電話の相手の状況説明から始まりますと。今自分が置かれている状況が説明され、その状況説明が画面中央に並べられていきますと。はいはいはい。で、配置されたそれぞれの状況説明はアイコンをタップすることで何度でもリピート再生できますと。森です。はい、森さんですね。はい、わかりました。4番です。それで、目の前に扉があるんだけど開かないの。それで、目の前に扉があるんだけど、これ押してる間ずっとなんのかな。押してもう一回やったら止まると。はいはいはい。リピート再生されている途中でも他のやつやったら他のやつに切り替わると。はい、OK です。わかりました。わかりましたは、はい、うん。それは俺のセリフだよ、お前。なんでお前が俺のセリフを取るんだよ。次に呼びかけについて説明です。ヘイをやると相手に呼びかけで できます。ヘイ、遠ざけにいるの。ヘイ、どうかした？ヘイ、どうかしたんかい？あ、はい。電話の相手が反応してくれました。このように何かを伝えたいときや確認したいときに呼びかけをしてみましょうと。はい。では、これに対してこれをやってくださいと。それで、目の前に扉があるんだけど。本当か？扉あんのか？扉の横には4桁の暗証番号を入力できる機械がある。4桁の暗証番号、うん、めちゃめちゃ重要じゃん。番号なんてわかんないよ。なんでそのこと最初に言わないの？おかしいでしょ。遠崎りのちゃんってアホですね。どうでしょうか。森です。森です。はい、 OK です。で、これ順番ごとにこれ全部ヘイヘイヘイってやっていけばいいんでしょ。あんまり人に説明するのとか得意じゃないんだけど。本当か？実は得意なんじゃないのか。人に何かを説明するって難しいね。分かりにくいところがあったらごめん。まあ難しいの分かるよ。はい。今私は小さな部屋の中にいるの。本当は大きいんじゃないのか、うん、小さな部屋何なんだろうね、これ。この開始で来られるとちょっとテンション下がるんだけど。広さは、なんて言えばいいんだろう。何畳だよ。部屋の広さの表し方なんてよくわからなくて、2畳くらいかな。2畳に机あって椅子はないんでしょ。超なんで椅子ない椅子がない。椅子あるって言ってないよね。どういう状況だったのか。君はどこで寝てたんだい。寝てたのかな。もうよくわかんないけど多分寝てたんでしょう。どっかで。どこで寝てたんでしょうね。机の上か。それで、
目の前に扉があるんだけど、本当開くんだろ。暗証番号わかるの？いや違う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 。ちょっと待ってちょっと待って。暗証番号わかんねえよ。何もわかんねえよ。違うみたい。ごめんごめん。で？あと反対側にも扉があるけど、こっちも開かない。あと反対側にも反対側は開くんじゃないのか？こっちの扉はなんか頑丈そうな作り。鍵穴とかもないし、ビクともしないよ。暗証番号もなし。暗証番号もないの？反対側にも他に気になるものはないね。ないのかい？ないのかい？あとは机があって、さっきのルールの紙が置いてあるよ。そのルールの紙なんかあるだろう。さっき言ったルールが書いてある紙。長いんだよルールが。別に変なルールが長すぎるから。あ、裏に何か書いてある。裏かい？何何？裏か。第一回オリンピックだって。何これ。第一回オリンピック。森です。森です。ワードを手に入れましたね。ゲーム内に様々なワードを入手していくことになりますと。入手したワードはワードボックスに格納されていくと。どうでしょうか。はい。わかりました。わかりましたは俺のセリフ。これいちいち突っ込まないといけない気がしてきた。このワード、170万件もあるのか。アテネオリンピック、1896年、1896。これでしょ、どうせこれ。それで目の前にそれしかねえ。暗証番号わかるの？教えて。1896。はい、開いたよ。開いた。すごい。すごいでしょ。それはね、オリンピックの年、オリンピックが開催された1896年が正解。お前全部言うな。そんなの私にわかるわけないじゃん。俺が今言おうとするしたセリフ全部言うな。あなたと電話できてよかった。助かった。ありがとう。はい、クリア。よし、じゃあ今回はこの辺で、また続きをちゃんとやります。はい、というわけでまた次回。じゃあさようなら。